今日はクロスリズムというのは何かというのを説明したいと思います。クロスリズムというのはですね、一つのリズムがこうあって4拍子とかあって、そこに3拍子とか合わせていくとずれていくじゃないですか。こういうのをクロスリズムというんですね。で、該当セクションはここですね。私の99年のアルバムの7曲目のシーサーパピズムという曲に入っている2分51秒から10秒ぐらいなんですけど、今ツク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 っていうその16分音符に合わせて B のブルーススケールなんですけどっていうの5じゃない1、2、3、4、5、これを繰り返してるんですよ。でこれをですね12回やってるんですね。12回やってるっていうことは60音やってるってことになりますよ。5をかけるので、そうなるとですね4小節後の4拍目にぴったり合うっていう計算です。これはもう単純に計算してみてください。そういうふうに合うので、ちょっと算数を使ったようなことを演奏に入れてます。これはですね1920年代にこう活躍したクラシックの作曲でバルトークっていう方がいらっしゃるんですけど、もっとすごいことやってらっしゃるんです。私このそのバルトークっていう人のファンなんですけども、当時バークリーの図書館でそのバルトークの研究した本みたいなのがあったので、それを読みながら、私全然概念自体わかんないようなことばっかりだったんですけど、ちょっと真似してみようと思って、その数学アイディア、もっとねすごいことやってるんですけど、私は数学までいかないで算数ぐらいのレベルのことしかこうやって使いませんでしたけど、やってみました。ちょっと皆さんもですね、こういったアイディアがあるっていうのも一つ知っていただくのも一つですし、バルトークっていう方の音楽をちょっと聞いてみてください。何か質問とかありましたら、トータルテンですと質問するとかお待ちしております。それでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。